岡山県道45号岡山玉野線は、岡山県岡山市中区と玉野市を結ぶ県道である。岡山市中区と南区を結ぶ江南大橋も本路線の支線に当たる。小島湾大橋岡山市中心部から旭川の左岸を南下し、川口付近から小島湾を小島湾大橋で越えた後、小島湾、小島湖の南岸を進み、玉野市八浜から大阪トンネルで、 小島半島を抜けて、玉野市街へと至る道路。国道30号と並び、岡山市と小島半島、玉野市を結ぶ、幹線道路の一つである。起点から桜橋との合流点までは片側2車線、そこから新岡山港までは片側3車線で、直線区間が多い。小島湾大橋以南は片側1車線。起点から国道2号までは、 国道2号尾前市方面へ向かう車が、小島半島側の軍交差点以南は、締め切り堤防道路を旭川宇賀に渡る車が合流するため、交通量が多い。国道2号以北は沿道に、商店、住宅が多いが、以南は、田園も多く残る。小島半島側は、平地が少なく、狭い場所に住宅が密集している。また、 高い場所を通る小島湾大橋や小島こそよ通る八浜付近は眺めも良い。支線は旭川を江南大橋で渡り、両岸を東西に結ぶ延長約1トルの道路。旧江南大橋有料道路。起点の中区江南で本線と接続している。旭川の最も川口よりを渡る。南区側の橋のたもとには岡山港周辺の工場群があるため、 朝の西行きと夕方の東行きの交通量が多い。路線データ注釈出店。ありがとうございます。